ブレニリスは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。サンミシェル貯水地とネスタベルダムブレニリスは、モンダレ山地の峰の一つである、サンミシェルド・ブラスパール山のふもとにある。近くには、ユンエレの湿地が、北東には、サンミシェル貯水地がある。この人造庫は、1930年代のネスタベルダム建設の結果生まれたものである。ダムは、 さらに下流にあるサンテルボ水力発電所の性能を向上させることを意図して建設されたが、後にフランス原子力庁とフランス電力によってブレンニリスに建てられたブレンニリス原子力発電所の冷却水タンクを務めることとなった。プルエド・ラ・モンターニュ集落の古い住宅 TIR ブリジドのドルメン・ノートルダム協会ブレンニリスという名称はブルトン・ゴノブレンと ルズからでできたものである多くの証拠によって、ブレンニリスには少なくとも中石器時代から人が定住していたことが分かっている。TIR ブーディジドのドルメンは新石器時代からのものである。紛糾墓の下には3本の柱を支える15の石が地面に敷き詰められている。カーエスビハン集落は、 正方形や長方形の形をした6軒ほどの廃墟となった住宅を含む。住宅は花崗岩で作られ、木の柱が建物を支えていた。ここは10世紀から14世紀後半までのバスブルターニュの農村住宅を理解するのに役立つ。この集落は、首都会派のルラック修道院や、当時ラフィエに所領を持っていた西洋派の騎士団の、日ごかで集団で開拓されたものだった。 この種の集落は、ケリフラコニエやケルモルバンの集落のように19世紀後半まで残っていた。ブレニリスは、中世、おそらく6世紀から10世紀にかけて誕生した、古いアルモリカの教区の一部であった。この教区の名は1368年にプレブス、マンティスと記された。これは、ブルトン語のプルメネズやプルエネズをラテン語にしたもので、フランス語にすると、 プルエドラ・モンターヌである。プルエ教区は、現在は、コミューンとなっているベリアン、ユエルゴア、ロクマリアベリ、ボトムール、ラ、フイエ、ロクフレ、ブラスパールの領域をカバーしていた。プルエドラ・モンターヌの名はおそらく14世紀の間に、消滅した。1368年、ベリアンとブラスパールの教区が設立された11世紀当時、すでにプルエの領域は小さくなっていた。 そして、ラフイエにあった西洋派の騎士団の所領も縮小されていたのである。1485年、ブレン・ニリスには、ロクフレ教区の小教区として、巡礼者の訪れる礼拝堂があった。礼拝堂付け司祭は葬式を司る権利があり、集落には墓地もあった。毎年5月最初の月曜日には、パルドン祭りが行われ、教区民たちは、 数回教会の周りを時にはひざまずいて回った。町としてのブレニリスが認識されたのは1653年であるが教会の秘文が1485年にされているからそれより前から存在していたと考えられる。礼拝堂は1653年にケラヌケによって建設されている。15世紀からフランス革命までブレニリスはそのほとんどを ブルターニュ貴族のケラヌー家に支配されていた。この時代のブレンニリスに関する記録は稀である。その歴史すら母体となっている、ロックフレ教区と混在しているからである。痩せた土地で狭く、ブレンニリスは世俗領主か聖職者の非語化に頼るしかなかったため、邸宅や城が存在しない。1884年、ブレンニリスはコミューンとなった。貧困により、 19世紀から20世紀の前半まではブレニリスから他へ移住するものが多かった。1962年から1967年までブレニリス原子力地区の原子力発電所が稼働していた。これは重水による冷却能力を証明するための実験用減水路であった。当時のブレニリスは繁栄した。原子力地区の建設時期には 人口が増加し、創業が始まると税収が増加した。原発が稼働中のブレーニリスは、人口一人当たりの専門税収入が、ブルターニュ地域圏内で高かった。そしてコミューンは、現代的な設備を備えるため税収を手に入れることが許されたのである。発電能力が7万キロワットと小さく、当時の積極的なフランスのエネルギー政策の状況から、 1985年にブレンニリスの原子力発電所は廃止された。現在、原子力発電所は解体中である。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。